今回、はい、マジで、え、何、あの何、タイまで、タイ国際航空の、はい、国際航空、うん、ファーストクラス、違う、まあ、まだ待って、まだ待って、まだ待って、しかも乗る機体エアバス A380、じゃあかなりいいやつだよね。いや、もうあの今この現存する飛行機の中で一番豪華に、すげえ、タイ国際航空のエアバス、はい、これでもいつもほらエアの中って回せないじゃない、回せない、ただ今回は写真だけ、はい、写真は OK なんだ。ジャンプして、ついてから感想聞くんで、ああ、ジャンプ中に写真すげえ撮ってきてもらって、おーい、なるほどね、超テンション上がるよ。でタイ国際航空のファーストは意外と手頃な値段で、まあ言うてもそこそこしますけど、まあもちろんもちろんそれいろいろあるよ。いくらだと思う？いや、ファーストだもん、まあ、今手頃って聞いちゃったからだよ、うん、ちょっとあれだけども、でも俺は80万、どうでしょう、行き帰りね、はい、どうでしょう、いくらですか、タイまで100万だ、その辺だよね、いくらなの、約40万円ぐらいで、え、めちゃめちゃ安い、安かないけど一人、はい、めちゃめちゃ安いわ、手が届かない額じゃない、なんかもっとめちゃめちゃ安い、40で言ってもそうしますけど、ファーストクラスで往復で40万円、すごい、80出すって言ってんのにこっちは俺も100万出しちゃった、大変なことしたね俺たち、いや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 大丈夫、死んじゃうよ、うん、いや、すげえ日村さん頑張ってるからバスの中でだからそういうツッコミやめなさいよ、あのさ、そういうツッコミやめこれがモテるツッコミです、ラジオ、ラジオ、モテるツッコミってこれ、これラジオ、受けた方はね、嫌なツッコミだよな、そこ言わないで、そこ言わないで、頑張ってるとか言わないで、写真を収めてきてもらったりする、エアバスの中で、いや、超飯とかどんなの出んだろう、それはね、あの、ちっちゃいお皿、あ、違う、大きなお皿ですね、大きなお皿にね、ちょんですよ、それがあれなの、何発も来るんじゃないですか、あの、こういう、なんかいいレストランのコース料理みたいなノリかな、じゃない、本当そうじゃない、じゃあ、そういう話を、まあ、ジャンプに着いたら、着いたら、ちょっといろいろ、バッチリ、はい、ちょっと制作的にちょっと出費が大きいので、いや、でかいですよ ね、 そうですよね、もしかしたらどっかで、あのお二人に金銭面で助けてもらうかもしれないんで、もしかしたら、あの、聞いたことない、そんな番組聞いたことないよなんで金銭面で途中で俺らが助けなきゃいけないだったら言わせてもらうけど、結構金出してるよねバラティフィーで買い物だなんだろうね、おかしいだろそれで、いや、超テンション上がるよ、上がるよ、いや、俺ちょっと待って、あとさ、みんなが着てる T シャツ気になってない？あるね、あるね、あれ、これさ、あれじゃないの？そうそうそう、これワイハーの、そうそうそう、あれ、あ、グアムで描いたんだ、これは設楽治の絵よ、これ俺が描いたやつですよね、絵よ、ファイヤーダンスの、え、また新規の T シャツ？これ超欲しいんだけど、これ日村さんが描いたんだ、俺が描いたファイヤーダンスの絵、また作ったんすか、新たなやつ、日村さんの方、設楽さんの方、あー、ほんとだ、ほんとだ、あー、ほんとだ、はい、こう、後ろに、お互い交互になってるんだよ、はい、作ったんですね、はい、いいじゃん、番組ホームページから買えるようにして、これとこれだけ、いや、あと実はもう2種類作ってて、うん、これを2つ作ってます、これ作ったやつ、はい、これ1個、これ、はい、うわっ、おっ、ロスで誕生日のハッピーバースデー、これいいじゃん、すげえかわいいじゃん、ハッピーバースデーカレー誰が悪いの、なんで受けないの、倒れ滑ったらもう何もないんですけど、なんでなんで受けないの、俺終わりかな、俺も終わりかもしれない、顔変えた方がいいんじゃん、そうそうそう、受けない、なんでお願い笑って、これいいじゃん、いいじゃん、これ可愛い、後ろにあのこの2人の、2人の、ね、バナナマンがやる、これ、ね、公式、はい、公式のマークね、ロゴですね、もう一種類これを着る着る着る、あ、これあれか、腹に書いたやつだ、これもロスで
の喋った時のさ、この部分ですね。この下にあこの下はこうなってますって可愛がってんだこれ、可愛いじゃん。っていうコンサートを、はい、いいじゃん、はい、いい今着替えようか、はい、はい、他のグッズも出そうと思って、ステッカーとか、缶バッジとか、ステッカー欲しいな、付箋とか、俺ビーフジャーキー出してほしいな。番組特製ビーフジャーキー。なんでだよ。なんだよそれだよ。バンコクだけですか？今回はバンコク。あ、バンコクだけ。はい、いやバナナ TV はね意外とでも行ったことあるとこでも、うん、バナナ TV で何かやるとまた違った一面を見せてくれるから。いや、ね、グアムが俺はそうだったからね。あそうね、行ったことあったけど、うんうん、なんか楽しみだな。タイも行ったっつったって俺らピンポイントでロケとかだからね。そう、あのワニのショー行ったね。ああそうだ、ワニショーもあるわ。ワニショー行ったからね。ワニショー怖いよね。ワニ釣りとかね。ワニショーこうやって手突っ込んだり首突っ込んだりするんだよね。そうそうそう。いやあれなんだっけな、ワニの口閉じる力が1トン。そうだけどこうやってギュッて上げるときにガッガッてか食いしばるワニの力が30キロぐらいなんだよ。そうだからバカなんだ。黙ってくるのは1トンの力があるのにキュッて上げるとすぐ開いちゃう。だからバーンってなったらここをかわせばと上に乗っかっちゃえばいいんだもん、ね、そうだから上げられない。そう上げられない。バカ、ワニはもうすごい音するんだよね。パポンって落とすんだよね。あのあっていて全然なんなかったです。それ裸じゃないからなんないんじゃない。あれそうパポンってね、あのカポンと落とす。次落とすの、パポンと落とすの。あの脇でこう、あのなんだっけ、そうパポンと分かってない。ちゃんと見てよ。パポンと落とす。そう分かった分かった。違うか、なんだっけ、だってパポンだから。分かってないんだよ、多分。分かってない。じゃあせーの、パポンと落とす。分かりました、分かりました。想像ついてます。いや、分かってない。分かってないんだから、ほんとに。ネットで調べときますよ。ネット、俺がやってくれてるの。ネット、ネットってね。なんでも今、ネットの。この番組自体ネットですから。そうなの。これラブホテルだけで流れてるやつ。違う。エロビデオ、エロビデオじゃん。じゃあそのファーストクラスにジャンプします。それ、はい、もう、はい、どうか、はい、じゃあファーストクラスに向かってジャンプ。ファーストクラスですよ。だよーだよー、着いたー。車の中に着いた。いやまあね、快適な空の旅でしたよ。シートはどんな感じですか？シートはね、今のこの椅子のね、バナナ TV 料理やばいんだよ。多分ね、この旅行で一番いい飯を送っちゃったの。俺もウェルカムドリンク、シャンパン、もうドンペリなの。トイレとかがびっくりするんだよね。今回あの空の旅を超えないかと。お茶飲めて。そんなのも全部ね、小山がずっと写真撮ってたから。これあの作ってく。これタイっつったらこれだ。いきなりテンション上げさせようとして。この雰囲気なんかすごいですよね。カメラ止めちゃいますか。